はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、カイさんと一緒にラブさんに来ております。お願いします。で、本日ですね、訪れておりますのが、以前ね、カイさんとご一緒させていただいたウズライさんが、移転をいたしまして、ウズと雷という、まあ、新店をオープンいたしました。僕は、今日6杯で、カイさんが一応2、3杯ですか。2、3杯ぐらいですね。2、3杯ぐらい食べていこうと思います。で、もうすでにですね、ラーメンの方をお付きしていただいておりますので、メニュー完成するまでもう少々お待ちだと思います。ということですね、1杯目醤油到着いたしました。飲みちゃうと嫌いでも硬いのはこの辺りで食べちゃいましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。いただきます。以前でいただいた時よりもかなり醤油のタレだったりとかも変わってるみたいなんで、いただきます。うまっ。あ、うまっ。優しいっすよね。優しいですね。角もなくて、ローラー幅で。めっちゃシルキー。うまっ。以前より確かにあのシルキーさは損なわれずに、ムチッとしたコシが増したというか、うん、繊細で丁寧なんですけど、ちゃんとラーメンらしいこの味のかかりはちゃんとあるじゃないですか。これはどうやったら出るんですか。教えてもらいましょう。うん、入れた瞬間こうまろみがあるんですけど、飲み込んだ後にちょっとした酸味でスッと引くというか、めちゃくちゃうまいですね。今日は実は7杯目がありますので。7杯目がある。実は7杯目ありました。デブちゃんのスープで仕上げるコラボラーメンの試作が、コラボラーメンがあるんですか今日。いや、うまいな。うまい。ちょっとこの後ろにいる魚感もいいですよね、うん、一口目は結構魚感前の方にいたんですけど、後半になってくると後ろになってくるという、うん、動物の甘みが引き渡っててうまいっすね。うまい。解任してるじゃないですか。一杯目なんで、一杯目は完全に綺麗に。いやー、どうしました。うまっ。バランスがすごいですよね。どうやったらこういうチンタン作れるんですか。塩ラーメン。ありがとうございます。いただきます。二杯目塩でございますね。うめえなー。うまっ。どうやったらこんな味が昆布から出るんですか。弟子入りが必要ですね。いや、ほんとそうですね。一丁一短でできるやつじゃないですね。食べれば食べるほど悔しくなってきますね。なんでこんなできんだろうっていう。でもラーメン屋さんの発想ですからね。麺とすすった時の昆布の甘み、この感じ方が絶妙ですね。あ、本当ですか。めっちゃ綺麗。いや、うまい。前回も食べてて思ったんですけど、あられの独特の脂の臭みっていうんですかね、単体で食うと臭いなって思うんですけど、これがここに染み出るとものすごい旨味に変わりませんか。もうマニアックすぎてよくわかんないですけど。繊細だな。うん、丁寧でうまい。いや、正確っすよ、ほんと。うん、ということで、ただいまですね、2杯目の塩、完食していただきました。あー、おいしい。
2杯目も行っちゃいましたが、まあ、ハーフなんで、ハーフなんで1回休憩します3杯目ですね、味噌のガッパオ、もうここでしか食べられないラーメンでございますね、まあ、全部ここでしか食べれないですけど基本的には僕もね、これ初体験ですので早速ね、いただきます。なんですかね、このめっちゃいい匂いするんですけど、バジルとあと、なんだろう、ウスターとバルサミコを合わせたような、こう酸味と甘さ、フルーツのような甘みがあるような香りで、もうこの時点でうまいんですけどこのソース混ぜずに一回、スープだけでいただきます。なかなかないですよね、このタイプ。背脂入ってるんですよね。背脂も入ってますね。タイさん、大変です。これやっぱできないからむずすぎて、これ麺だ、これ麺違いますからね。ちょっと平打ち気味の気持ち太め、はい、うわ、もちもちですね、見た目から。ちょっと待ってください、ガパオが溶け始めてくれたと思わない。うわ、うまいですね。味噌ガパオやばいですね。麺で吸った時に味噌本体のその甘みだったりとか、フルーツのような甘みで酸味と、それから吸った瞬間に一気に全部鼻に押し寄せてくるというか、すごいすごいですすごいですね。でも味噌ラーメンなんですよね。いや、味噌ラーメンですね、うん、これじゃあ混ぜちゃっていいですか。はい、ガパオがうまそう上のカメラで見てるからこんな感じですね。パワーと、これが1個他が上がってきてるの取り残されてるから、ちょっと手を加えてくださ、はあはあ、今、やんなきゃいけないな。うわー、すごいですね。あの最初、本当に食べた時は上品よりな味わいというか、甘みと酸味とかこれがバランスが良くて上品なんですけど、ガッパーのお肉だったりとかかかってるタレ、野菜混ぜるとちょっとこう、オリエンタルの荒々しい感じも出てきて、スパイスとかもいっぱい入ってるのも分かるんですけど、何にも違和感がないんですよということですね。4杯目にいただきますのが大そばということで、こちらもね、なかなか他のお店では味わえないラーメンとなっておりますので、早速ね、いただきます。伝わるかわかんないんだけど、作った時がね、色味とか感じが落差なんですよね。澄んでるけど、だしの入ったスープの色にこの油の感じ、あ、めちゃくちゃうまい今日もめちゃくちゃうまい最後の効いてくる甘みが、こう絶妙なバランスですね。今ですね、まあ、これ本当に限定で提供しているものなんですけど、いろんなこのキャロライナだったりとか、海外のめちゃくちゃ辛い唐辛子を合わせた特製の、まあ、味変のアイテムがありまして、これも少しずつ混ぜてきていや、相当辛みよりも甘みの香りがちょっとじゃなくて全部入れたいと思う。これやっぱ作業した時、手袋ですよね。手袋、ゴーグル、マスクですね。あ、手袋、ゴーグル、マスク、マスク、はい、もう全部いっちゃった。あ、辛いんだ。いや、うまいっす。辛みはこんだけの量に合わせるとピリ辛よりちょっと辛いぐらい。あ、そうなの。ただ喉が痛いっすうん、こんなにこの肉の旨みと合うんですね。うわ、うまいこれ。あ、卵を溶くとだいぶ違う、ね、だいぶ変わると思いますね。温玉うまい。温玉溶くとちょっと一気にそのタイから韓国っぽくなるというか、クッパのような旨味というか、
香りになって、あの頼まれる方は最初からこう温玉溶くんじゃなくて途中から溶いていただいた方が味変になっていいと思います。うまっ、うまっ、うん、いや、めちゃくちゃ。5杯目にいただきますのがシーユーマゼそばということで、こちらもね、早速いただきます。こんな感じでございますね。いただきます。やっぱこのまぜそば、なんと独特だな、うまいな。うまいですよね。手元で乳化させてくれてるからもう、うん、食べやすいし、この麺うまいですね。鶏節も入ってますので、ちょっと合わせてね、いただきます。ラスカルさん、なんか混ぜそばとか油そばが好きなイメージがありますね。そうでもない。こういう汁なしだけど作り込むような混ぜそばとかっていうのはものすごく好きなんですよ、うん、前回そのうずらいさんで一回いただいた時にはめちゃくちゃうまくて好きって思いました。普通で30秒。これ卵、トリュフ醤油につけたらこれ卵がありますんで、これをねちょっと混ぜさせていただいて、この TKG 食いたい。うまいですね、うん。ということで、例えばですね、5杯目のチーユのツバ完食させていただきました。もう食べたんですね。完食しました。こっちがナンプラータレ、ナンプラータレ、こっち塩だれです。で上に乗ってるのはルーローハンのルーローです。6杯目が、これね、カエさん家が博多豚骨のラーメン屋さんですけれども、そちらのスープを使った、まあ、コラボメニューということで、まだ試作段階らしいんですけど、こちらも早速いただきます。ということですね、本日最後でございますね。こちらがもう7杯目でございます。限定で販売しております。豚チンタンのね、これつけそばなんですけれども、運んでいただいた時から相当いい匂いしてますんで、早速ねこちらもいただきます。麺だけで見ていただくとこんな感じでございます。でまずね、麺だけでいただきます。この締めた麺がもううまい。うまいっすね。小麦の香りと寒水のね、ちょっとこう鼻に抜けるようなほんのりとした香り、これがね程よくバランスよくて、ぜひ食べてほしい。あー、麺おいしい。じゃあすぐにちょっとこれつけ汁につけさせていただきたいと思います。そういった香りと下支えにいるこの海の香りっていうのかな。でこれもちろんつけ汁もあったかいので表面がちょっと温まると柔らかくなるんですよ。そうすることによってまた香りの増幅、これがマジでうまいですね。入れ忘れてしまったんですけど、この辺りでね、このオレンジ入れさせていただいて、そうすることでこのスープの、ね、香りも変わるみたいですので。あ、すごい。え、オレンジでこんなに変わるんですか。こんなになるんだ。あー、おいしい。
はい、いやー美味しかったっすね。でも正直本当に好みに合わないと7杯って結構きついんですけど、次まだかなみたいな感じで、もうずっとワクワクするような感じだったので、正直最初の醤油とか塩の時はどうにか自分の感性に落とし込めるようにとか考えながら食べてたんですけど、3杯目ぐらいからあもう無理だと思って、もう単純に楽しんじゃいました。もう美味しくてもそんなところじゃないと思って。